はい、お晩でございます。佐渡伊藤酒店の晩酌一期一会、今夜も佐渡島からお送りします。9月の25日が明けて6日になりました。すっかり朝晩涼しいなって、本当もうすぐ 10月になるわけで、10月になると愛花祭りということで、太鼓がどんどこどんどこ一日中鳴るような、その愛花祭りが始まりますが、やっとその日中もいくらか涼しいなってきて、今各地の小売屋さんとか、まあでは冷やおろしっていう酒を盛んに売っとるんだと思います。うちもまあ冷やおろしっていう案内は出してはおりますが、なかなか難しいところです。冷やおろしっていう言葉、酒を飲むっつ習慣、冷やおろしを飲むっつ習慣、まだこの佐渡の人たちには伝わってねえみたいなもんですから、まあ頑張って、宣伝していこうかということで、ちょっと話を聞いてください。今日は冷やおろしっていうのと、その頒布会をやりますということです。まあ、冷やおろしは、まあ、簡単に言えば、本当に簡単に言えば、冬場に絞った酒がこう、9ヶ月10ヶ月して、ちょっと爽やかさとまろやかさの同居する酒ということで、少し角が取れて柔らかくなって、これから運命になる頃だっていう時に、まあ、2回目の加熱処理を煎で出す、冷やのまんま出すもんで冷やおろしっていうことなんですけども、その酒を、まあ、含めた今回、頒布会を考えております。うちは当店は平成12年からこの頒布会と酒の会を始めておりまして、12年からだから17年18年目に入っとんだか、そんな感じでやっておりますけど、まあ季節の酒とか旬の味の酒とか、あとはここは外せんなっていうような考えのことで、考えなどをまあ無理やり押し付けるような強引さもあるんですけど、そんな頒布会をやっております。で、まあ、今回この夏に終わった頒布会をこうちょっと書いたチラシを見せてもらいますと、まあ夏でもおかんということで、6、7、8、9クソ暑い夏でもおかんして飲んでみてくださいということをあえて、進めとる頒布会です。ただ実際酒持っていくときは、まあいいように飲んでくれと言うとりますんで、あのどうしても感染機はダメだよなんて、そんなまあとんでもねえ話なんですけど、まあおかんもやってみてくれやということで、まあ6月佐渡、7月新潟、8月宮城、9月福井ということで、今回のこの9月福井の酒で一旦終わりまして、でいよいよ9月じゃなくて11月から、まあ、冬場の頒布会を始めようと思っとるんですけど、まあ最近やっと、できてきとるなっていうのは、この毎回お届けする酒に対して、このこれ9月の今回の最後の頒布会の酒につけさせてもらったこう一言書きなんですけど、まあ酒のまあ一言書き、蔵の紹介とか酒のまあ楽しみ方なんかを俺なりにまあ考えたつか感じたことを書いとるわけなんですけど、まあこれを参考にして飲んでもらうもよし、こんなもんあったっちゃ、飲む前からこう先入観が変に入ってしまうから嫌っちゅうもんもおれば、そんなもんなしで自分のこう感覚だけで飲んでもらえば結構なんですが、こういうもんをつけて、毎回頒布会にはの酒をお届けしております。ということで、まあ、今回は、11月から始めるとなると、まあ、11、12の2ヶ月ぐらいまでを、まあ、冷やおろしで行ってみて、その後はまあじっくり寝かせた酒なんかを持っていきてえなと、11、12、1、2と4ヶ月ぐらいの頒布会をやろうかと思っておりますが、まあ毎回必ずって言うたらだけど、今回もこの宮城の酒が初登場だったわけなんですけど、まあ変わったところ、有名ではねえんですけど、変わったところがたまにちょこちょこ入るような感じの頒布会をやっております。まあ、この前、昨日、おととい、日曜日か、頒布会をやってくれたお客さんもが言うてくれたのは、今回のうちの最後の2回の酒はあれは目方なと言われました。最後の2回っていうと、まあ、宮城と福井の酒だったわけなんですが、ありがとうございますということで、まあ
次回からもまたお付き合いをしてもらおうかなと。まあいつも飲んどる酒は飲んどる酒で楽しんでもろて、月に一遍のその酒の味をたことねえの今月はどんな感じだかなと思って皆さん飲んでもらうのもいいんじゃねえかなと思っております。ということで、まあ、11月頃からぼちぼち、頒布会の案内を、こういうチラシで配ったり、ページに載せたりしてやりますもんですから、一つ皆さんもお付き合いをしてください。よろしくお願いします。以上、佐渡伊藤酒店晩酌1号1会でした。